今日も一日寒いです。うがい手洗いロッテのど飴を。なんで？なんでのど飴？とにかくうがい手洗いロッテのど飴を。なんで？なんでのど飴？ハーブの味わいロッテのど飴。のどすっきり。今日も元気で。うがい手洗いロッテのど飴。太陽が目に痛いよ。寒い。うがい手洗いロッテのど飴。余談ですが僕ヨダです。うがい手洗いロッテのど飴。これから雨降ります。寒い。うがい手洗いロッテのど飴。明日は雪ですの。おー寒い。お願いします。よろしくお願いします。こちらがお願いします。ヨダです。お願いします。とにかくうがい手洗いロッテのど飴を。とにかくうがい手洗いロッテのど飴。はい。今日も一日乾燥します。うがい手洗いロッテのど飴を。なんで？とにかくうがい手洗いロッテのど飴を。なんで？なんでのど飴？なんでのど飴？めっちゃ近いですね。恥ずかしい。ちょっと待って。いい表情しますなんでのど飴？緊張する。なんでのど飴？今日も一日乾燥します。うがい手洗いロッテのど飴を。なんで？なんでのど飴？とにかくうがい手洗いロッテのど飴を。なんで？なんでのど飴？これだとあんまり広告を使えないの。はい。ヨダさんもう少し入る位置を中にしてください。はい。あ、こうなってるんですね。すいません、初めて言いました。あ、本当ですか？お疲れ様でした。ありがとうございました。今日は4名の気象予報士さんと撮影をすることができて、4名がこう揃ってる姿って初めて見たので、もう個人的には贅沢だなと思いながら撮影させてもらいました。秋田で採れる山菜があって、その水っていう山菜があるんですけど、結構食べるまでに処理が大変で、皮を剥いたりとか、なんかそれをやるのが、まあ、私がやるのだともう面倒くさいんですけど、なんかそのやった状態で母と祖母がやった状態で送ってきてくれたっていうのがすごくキンキンだと嬉しいですね。はい、この家族の愛情っていうのがものすごく感じて、すごく美味しかったです。それがですね、すごい考えたんですけども、全くないですね泣けるほど悲しいことってそんなになくて、なんか大人になってからそんな悲しいことってあんまりないなって。的中率 100% の気象予報士さんになりたいです。やっぱり佐々木さんに聞いたら絶対当たるよねっていうふうに言われたいですね。ずっとやろうやろうと思ってやらないのがバレエのレッスンだったりするんですけど、なんかもともとバレエと新体操をちょっとやってたんですけど、大人になってからやってみたいなと思いながら何年もずるずるやってないんですけど、今年中ですよね。あと1ヶ月とかですよね。これからね、いろいろ入会手続きとかするとね、あっという間に1ヶ月過ぎますから、来年に持ち込みたいと思います、はい、いや僕初めてだったんでめちゃくちゃ緊張しましたね。だから CM ってどういう風に撮るんだろうっていうのも分からなかったんで、最初台本見た時にあ、これしか喋らないんだと思ったんですよ正直。そしたらそれしか喋らないカットを何十回も撮って、タイミングをみんなで合わせていくっていう、これ以上
セリフがなくてよかったなって本当に思いました。僕結構ファンだったんですよ。思い切って声をかけてみたんですね。見てたんで、その撮ったやつをね、で隣にずずしく入って、あ、こうやって撮ってるんですねって言ったら、ねえそうなんですよみたいな感じですごくフレンドリーに接してくださって、自慢になりますねこれは。はい、特ダネで自慢します。僕そもそもあのリハーサルの一発目が一番うまいんですよ、いつも。でリハーサル2回目3回目になるとだんだん下手くそになって、本番が一番下手くそなタイプなんですよね。ですから今日は何十テイクもやったんですけど、だんだん下手くそになっていくという、まあ、きっとこれ俺のせいが半分以上入ってるんだろうなと思いながらやってました。はい、4人の中で木原さんだけがこう演技の経験っていうのが終わりなんですよね、やっぱり。だからまあ木原さんは上手にできるだろうなって想像してたんですよ。だから森田さん、天達さんよりもあの NG を出さないようにやろうと思ってたんですよね。あの2人だけには勝とうと思ってやってたんですけど、まんまと僕が一番下手くそでしたね。もう僕原稿書きたいですね。僕は出なくていいんで、いつもこう裏方で原稿書いて佐々木さんにこう渡す役やりたいですね。はい、あの佐々木さんに今日はのど飴なんて言われたら食べちゃいますよね。はい、だけどあの天達さんも同じようなこと言ってましたけど、僕もオンエアで使うかもしれません。明日ちょっと乾燥しそうですからということでね。あのこの CM はですね、美女とおじさんのコラボレーションが非常にうまく撮れていると思う CM だと思いますので、まあ、そのあたりも見ていただければ楽しい CM になっていると思いますから、はい、よろしくお願いします。いやあのね、何回も撮り直したんですよ。で声が枯れるかと思ったら、のど飴のおかげで全然枯れない。いや合間にね、本当に舐めてたんですよね。やっぱりスタッフが多いでしょ。で緊張感が伝わってくるので、まあ正直言うとやりにく、自分間違えたらどうしようみたいな、そんな感じでしたけども、4人揃うっていうのはないんですよ。3人3人とかそういうのはあるんですけども、大体あのテレビっていうのは3人は呼ぶけど4人は呼ばないんですよ、どういうわけか。だから珍しい顔ぶれですよね。そこら辺もちょっとご覧いただきたいですね。いつも彼女が出てきたら天気予報の番組みんな足持ってかれますよ。コマーシャルでよかったと思いますよ、本当に。私心から綺麗な方で、あのね、ちらって見ると肌に透明感があるんです。ギリギリこれ、この発言すっごい美しいというか、もうピッと今のカットでございます。僕らもずっと生放送やってるんで、こういうあの撮影というか収録というか、こっちの方がなんか緊張しますね。はい、ちょっと良質のコメディをね、こう撮ってる感じで、15秒のコメディを撮ってる感じで、なんかそれ僕はちょっと好きなんですけど、はい、いやーもう自分でね見てね、がっかりしました。自分のイメージしてるのとその映ってる自分があんまり違うんで、がっかりしましたね。本当です、最初のねリハーサルの時に、ね、近いって言われました。近いですねって、僕も本当に心苦しいんですけど、もうこの辺で喋ってますから、あの変な圧迫感を与えてしまってすいませんっていう感じでした。いやーどうしよう、かえってねやりにくいっていうか緊張します。めったに見られない、各局の気象予報士、CM で見た時に一体何チャンネルなんだろうとびっくりすると思いますが、15秒間の良質なコメディぜひお楽しみください。